佐藤徹君。宮本君。日本共産党の宮本徹です。大臣にお伺いします。まあ、大臣はですね、統一教会と今後は一切関係を持たないこう表明されておりますが、大臣は統一教会のどこが問題だとお考えなんですか。加藤厚生労働大臣。統一教会をめぐっては、信者による霊感商法や多額の献金が指摘され、また刑事事件、民事訴訟も起きているという指摘をされているわけでありますから、まあ、そうした対象となっている団体、そしてそれに対する関係を持つということ、それに対して国民からいろいろな疑念を受けている、これを対して対しっかり対応していかなきゃならない、こういうふうに考えております。宮本徹君。そういう団体だということを分かりながらですね、まあ、関係を持ってきたというのは大変私は罪深いことだと思います。で、今日は配布資料をですね、配ろうと思って、理事会で泊まれられちゃいました。というのはですね、大臣がメッセージを出された工場文化フェスティバルについてですね、どういう集まりだったのかという資料だったわけですけれども、まあ、6500人が参加をされたと書かれております。まあ、そこで加藤大臣からの祝電も読み上げられたということなんですよね。この大臣にお伺いしたいんですけども、その大臣がですね、行ったこの祝電を出すと6500人もいるところでですよ、その現職の大臣だったんですかね、その時は。これがですね、やっぱり統一教会の被害の継続や被害の拡大、こういうことにつながった可能性があると、こういう認識はございますか。加藤厚生労働大臣。被害の拡大云々という、そこはちょっと具体的にですね、なかなか申し上げにくいと思いますが、ただ、今申し上げたことを通じて、そうしたさまざまな課題がある団体との関係、それに対して国民から疑念が持たれ、ある意味では政治に対する不信を招く、こういったこと、これに対して、そうした判断において先ほど申し上げた至らない点があったということ、その点をしっかり踏まえながら、今後、こうした団体との関係はきっちりと整理をしていきたい、こういうことを申し上げているところであります。宮本徹君。私、やっぱりそこをやっぱり本当、反省深める必要があると思うんですね。やっぱり政治家がこうしたところにメッセージを出していくことによって、被害の拡大につながるんじゃないかというのをずっとですね、対策弁連の皆さんは警告を発し続けてきたわけですよ。やっぱりそこをですね、しっかり深く反省して、私は謝罪の言葉を述べていただくというのはですね、必要なことだと思います。今のご質問ですか。じゃあ加藤厚生労働大臣。したがって先ほど申し上げた、先ほどのように申し上げているところであります。宮本徹君。やっぱりもっとですね、はっきり、自らの行為がですね、やっぱり被害の拡大につながったという点を反省していただいて、謝罪をしていただきたいということを申し上げてですね、コロナ対策の質問に移りさせていただきたいと思います。まず1点目ですけども、高齢者施設でクラスターが多発しております。まあ、今年2回目のクラスターが起きたという施設もあります。まあ、都内のある老健施設では1度目のクラスターで2月の減収が1400万円と、まあ、これに対して、政府の補助金ですけれども、まあ、今、個別協議中で増額してくれってやってるんですけども、これが認められたとしても、まあ、500数十万円、ですから減収規模には全く足りません。そして2度目のクラスター、7月、から起きてるわけですけども、これは経常利益は800万円近い赤字だと、8月も同等以上の赤字が想定されてるけれども、補助金、まあ、想定されてるのは272万円だというお話なんですね。で、まあ、クラスターの間は入所を制限する、またそのクラスター対応の支援のために併設している通所リハの閉鎖も行うと、まあ、さらにその後もですね、風評で利用者が簡単には回復しないというのがあります。まあ、大臣にお伺いしますけれども、現状のクラスター対応への政府の補助金では、介護施設の減収を補う規模には程遠い状況にあると、こういう認識あるんでしょうかと。そしてクラスターの中で必死で介護されている、まあ、この献身的努力に応える上でも、さらには今後の介護基盤を守っていく上でも、さらなる財政的支援が必要だと思いますが、大臣のお考えいかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。介護現場からその時期々さまざまなご要望を頂戴しているところでございます。これまでも緊急時の介護人材確保や消毒等にかかる係り増し経費の補助、
また施設内療養者1名当たり最大15万から30万円の追加補助の全国拡大については7月末とされたものを9月まで延長していく。さらには通所リハビリテーション事務所等について利用者減の生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数等から一定以上減少している場合、基本報酬に一定の加算を行うことが可能とする。さらに一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合にも報酬を減額しないこと等の柔軟な取り扱いも実施をし、さらにここに来て光熱費等の高騰の影響も受けているわけでありますので、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を活用した支援が可能であり、事業者等の負担軽減に向けた取り組みを進めていただくよう、自治体にも依頼をしている、こうしたさまざまな対応を組み合わせながらご苦労いただいている介護の現場、引き続きしっかりご支援していきたいと思っております。宮本徹君。その今までのメニューの枠組みでは足りないと。いや本当にもうこれだけ必死でですね、クラスターの対策やって頑張っているのに、赤字がどんどんですね、クラスターのたびに積み上がっていくということになると、本当に介護事業者の皆さんの心も折れちゃうわけですよね。やっぱり介護事業者の皆さんというのは他に何か儲かってくるような財源があるわけじゃないわけですから、ここは国がですね、公的に支援するしない限りは財政的に立ち行かなくなるところが出ると思いますよ。もっとしっかり踏み込んだですね、支援を考えていただきたいと思うんですが、いかがですか。加藤厚生労働大臣。今申し上げた支援、あるいはさまざまな融資の仕組み、こうしたものも活用していただきながらですね、地域におけるこうした介護サービスの提供、これを継続していただけるように、われわれも引き続き支援をし、またさまざまな声を聞かせていただきながら、必要な対応、これについては、その状況を踏まえながらですね、先ほど申し上げたように、今回も臨時、地方創生臨時交付金の活用もこうして求めているわけでありますから、こうした対応を図っていきたいと思っています。宮本徹君。その自治体任せではなくてですね、自治体はそのお金の使い道どこに回すのかというのはですね、自治体が決めていくわけですから、やっぱり国としてちゃんとしてですね、支援する仕組みをですね、検討していただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。よく現場の実情をですね、伺っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に診療体制についてお伺いします。発熱外来が、パンクが続いております。一番の問題はですね、重症化リスクがある高齢者が、検査診療につながらないという状況です。でですね、若い人は今抗原検査キットでと、自宅でということになっておりますけれども、薬を処方してもらうために医療機関に行くっていう方もですね、かなりいらっしゃるわけですよね。ですので、重症化リスクある患者など必要な人が速やかに検査診療につながるようにするためには、例えば世田谷区が始めたようなオンライン診療ような取り組みだとかですね、あるいは健康観察センター、陽性者登録センターでオンライン診療処方箋を出すと、こういうことをですね、大規模に私は進めていかなければならないと思います。この点いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。ご指摘の通りだと思います。まさに限られた発熱外来、発熱外来を受けていただくことを増やしていくということも努力をしていかなきゃいけませんが、本当により緊急性のある方にそこに行っていただけるようにですね、65歳未満で重症化リスクが例えば低いと考えられる方々に対して、先ほどお話があったようにオンライン診療、あるいは健康フォローアップセンターの活用、こういったこと、これを今各都道府県にお願いをしております。またすでに各都道府県でさまざまな、先ほど世田谷のお話もありましたけれども、さまざまな取り組みもされているところでありますので、そうした非常に有効な事例、これについては全国の自治体にも情報提供をこれまでも行っているところでありますが、こうしたことを通じて医療提供体制の維持確保を図りながらですね、本当に厳しい状況の方に対する医療をしっかり確保していきたいと思います。宮本徹君。情報提供だけじゃなくて後押しをですね、かなり強くですね、やっていただきたいなと思うんですよね。で、自分で検査をして陽性者登録センターで登録をして、オンライン診療を受けて薬局から薬が届くと、こういうのがですね、できれば現役世代はかなりそちらで対応ができて、高齢者は発熱外来にかかりやすくなると思います。今現状はですね、本当にもう高齢者の皆さん電話してもつながらないですから、諦めて
しまっていると。私たちの地元の市会議員さんなんかも一緒になって電話しても全然つながらないですから、本当にですねこれは対応を求めたいと思います。ちょっと時間になってしまいましたので、残りの質問についてはペーパーかなんかで回答をいただきたいというふうに思いますけれども、一言だけ申し上げておきますけれども、やっぱり高齢者施設でのクラスターをやっぱりどうやって防いでいくのかっていうのは、本当にですね、命を守る上でも、医療逼迫を抑えていく上でも、私は要になってくると思うんですよね。で、私この間もエアロゾル感染対策が大事だということで、換気の対策をしなきゃいけない、マスクの質をアップしなきゃいけないということを言ってきました。それから検査の頻度ももっと上げる必要があるんじゃないかということも提案してきました。ぜひですね、そこをですね、やっぱり高齢者施設のクラスター対策をさらに考えていただきたいと思います。とりわけマスクについては、私は陽性者に対しては医療機関だけじゃなく、介護施設も N95 にすべきだということを言い続けてきて、まあ、分科会の有志の提言ではそれが入ったんですよね。入りましたが、厚労省はそれはまだなってないんですよね。高齢者施設では職員の皆さんが陽性者に対応するときに N95 にしてくださいというのは今までなってません。もっとできることはたくさんありますので、しっかりとですね具体化していただきたいということを申し上げまして、この場での質問とさせていただきます。以上です。次に2期